それじゃあ失敗するかもしれないけど、まあ昔の曲で出ていますって感じで、過去の曲を自分の曲だけど弾けるかどうか、エレキで弾いてたからアコギってちょっとエレキみたいに弾くの難しいからさ、まあ基本的に俺ハードロック少年だから、ディープパープルみたいな感じでね、レイボイスですみたいな、エクセレンスムービンジャーフォーピーポーっていうのね、まあギャグはいいとして、わかる。で、ハードロック少年であるからして、デーブ・パッパロみたいな、ハイサイおじさん、変なおじさんですっていう感じで、ハイサイおじさんか、まあ木梨昇吉さんのハイサイおじさんっていうのは日本語訳っていうか、まあ標準語に沖縄方言を日本語訳って言ってるけど、沖縄弁も日本語だから、まあ沖縄方言をなんていうの、標準語に翻訳したっていうか、まあ標準語では分かりやすく沖縄方言を翻訳した文章を読めば、ハイサイおじさんのオリジナルの歌詞のちゃんとした標準語の意味が分かるんで、一回検索ワードでハイサイおじさん標準語翻訳かなんか、まあどう検索ワードを打てばいいか分かんないけど、ハイサイ木梨昇吉さんのハイサイおじさんの標準語にした文章を一回確かめてみた方がいいと思うけど、俺ができるかどうか分かんない、昔の、ね、自分の曲だけど、こうだったらエレキだからさ、まあ、長年弾いてないから35年ぐらい、何遍か失敗してなんていうのOK テイクだけ、まあ、まとめたのを作るけど、何遍かこうリハの風景も含めてずっと長回しで撮って、 NG シーンが欲しければまた NG シーンも作りますんで、感じかなと、なんとなく、まあギターソロはもうアコースティックギターではかなり難しい、だいぶ弦張りっぱなしで緩めなかったから弦高高くなっちゃって、これがね指板とこうレンチでちょっとこうネックの調節しないと、ギターソロはアコースティックギターでは再現できませんっていう、
まあそういう感じかな、まあ、まあいいや、こんな感じかなっていうのね6弦の5フレットと何弦だこれ3弦の6フレットここね、これをいっぺんに弾く、あ、それで同じポイントね、7と7ね、ずっともう6弦と3弦だけ2つの色、2本で弾いてる、でそれでこっからはもう同じ7フレット、8フレット、9フレットこれで A のここ F ね、A の F ポジションっていうか、まあ、このポジションを A に持ってきて A ね、だからキーは A っていう、ね、よっぽど A ちゃんのファンなんだね、もちろん 6A 六助さんの歌詞にはもう感動しきりで、もう A ちゃんの大ファンなんだよね、ピラフか超本じゃねえか、いや超本じゃねえ、これは炊き込み、あの西洋なんていうのご飯ですっていう、うん、超本そんなとこしか覚えてねえのかっていう感じなんですけど、こうね、だからあのこれをまた別の音符で弾くとポール・マッカートニーのブラックバグシギニのバッバーシギニのデローナーっていうね、ね、これね、これでここは、どこだっけ、 E じゃなくて D の 9th っていう、これ 1,2,3 ここをこう3本で押さえて、これね 1,2,3 これでいわゆるここ5弦の5フレット、4弦の4フレット、3弦の5フレット、これであのセブンスの代理っていうかセブンスっぽい響きが得られるんだな、全部セブンスの音は入ってないけど、いわゆるブルースで使うセブンスね、フラットさせたセブンス、シャープのセブンスじゃない、シャープっていうか全音のセブン、メジャーセブンじゃない音のセブンス、セブンスっぽいでしょこの三角、だから こういうウクレレみたい、ウクレレ教本っていうか、ウクレレ あのコードブックでいいんだよ、ウクレレって4本しかあの弦使わないでしょ、だから4本であのコード感を出すっていう、和音感を出すっていうあのコードブックを買っとけば、意外とギターでまあ F コード覚えた方がいいんだけど、あのセブンスも抑えれたりするんで、でここ2弦の5フレットを もう一つ押さえるのね、これで D のセブンスのナインスっていう、ナインス、それでセブンスシャープナインスっていうのがある、シャープナインスはここのここがナインスね、2弦の5フレット、これが半音を上がシャープさせる、上げるアップね、アップさせるとナインスコードね、これがセブンスのナインス、これがシャープナインスね、セブンスシャープナインス、セブンスの音とナインス、9 9、ドイツ語ではノーっていう意味なんだけど、英語ではナイン、アルファベット順で言うと9番目の音ね、9番目、ああまあ9は9だよねそうね、9ね、で9番目の音っていうのはアルファベットで9番目の
アルファベットっていうのは I I am I とかな I am とかな I am Sly Yamamoto とかな Well known as Ikegami とかな9ドイツ語では No K-N-O-W No とかな9ドイツ語の9は No あるのないの No とか9シャープ9シャープシャープハッシュ9っていうまあそういうね9シャープ9っていう9ないよあらあらあらおるおるとか言ってチャラリーって感じそうだね。ここはまあブルースとかまあカントリーでも使うようなフレーズ、ヒルビリーでもロカビリーでも使うような3弦と2弦1弦をこう押さえて同じポイントで、ここはでは何番目か5、6、7、8、9番目から9と7と今度は こっち人差し指を半中指を4弦の6フレットと人差し指を1弦の1フレットね。だからこうね、開放の語源 A から としては、なんていうの、ジャニーズ事務所に入りたかったんだろうなっていう忖度が、機械体操部だったんで、本当は、相模高校の塚原監督に会いたかったっていう感じだったんだけど、女子の間で、山本君きっとジャニタレに向いてんじゃないかなとか思ってたらしくて、まあ俺としても男組の岡本健一さんに憧れてるから、いつか大きくなったら男組に入りたいかななんて思ってたんだけど、まあ今ないんでちょっと残念なんだけどね。キスマイフットみたいな感じで、まあそれであんな感じで、ね、木村拓哉さんとかさ、顔ジャンル
顔ジャンル俺顔ジャンル的にあんな顔なのかな、ちょっと違うような気もするんだけど、安物のなんかアルコールみたいな感じやん、タッキーみたいな本当安物のタッキーね、ケンタッキーフライドチキンみたいな、なあケンタのタッキーみたいなタッキーイーサウみたいなねえ、ピエール滝さんみたいな、楽器上手なんだろうな、ピエール滝さん。テクノハーバーとかなんかあのやたら主張してきたけどさ、アリーヤって、アリーヤっていうあのインド系のさ可愛らしいスレンダーなお姫様がいたんだけど、アリーヤね、あのこう店パンが流行った時期があって90年代ね、まあ、マルク界隈の女の子しか知らないだろうけど、店パンが流行った時期があって、ちょっとこうボクサータイプのあのこういう男物のパンツをあのこうショーツっていうかこうズボンから見せるっていう、まあアリーヤで検索してみればそのスレンダーなお姫様がこうトライアゲントライアゲンとか言ってるよ